河内山本駅は、大阪府八尾市山本町1丁目にある、近畿日本鉄道の駅である。駅番号は、大阪線が D12、市議線が J1 に、山本停留場島式ホーム2面、単式ホーム1面による、3面5線の地上駅で、橋上駅舎を有する。南北双方に出入り口があり、改札口は1カ所のみ。駅舎は、隣の高安駅と並び、橋上駅舎としては、大阪線の駅では、最も古い。下り方面にかけてカーブしており、急行以上の通過電車の通過する際は、低速で通過を行っている。プラットホーム、市議線専用の5番線北側から、51234番乗り場の順に番号が付与されている。ホーム有効帳は5番乗り場は2両、1番から4番、乗り場は10両分を確保する。2018年11月13日における1日、乗降人員は 22,281 人である。近年における1日乗降、乗車人員は以下の通り。ABCD 曽根悟、週刊歴史で巡る、鉄道全路線大手私鉄2号近畿日本鉄道、1、朝日新聞出版、週刊朝日百科、2010年8月22日、18から23ページ。ISBN 978から4から02から34132から7。近畿日本鉄道株式会社、近畿日本鉄道100年の歩み近畿日本鉄道、2010年12月、678ページ。全国書誌番号、21906373。今尾圭介、日本鉄道旅行地図帳8関西1、新潮社、2008年。23ページ。ISBN 978から4から10から79026から5。近鉄は来月16日からラッシュ時の混雑緩和図る。交通新聞 P3 平成19年4月1日から近鉄主要路線で IC カードの利用が可能になります。近畿日本鉄道 http://www.kintsu.jp/news/iccart20070130.pdf2016 年3月7日閲覧 ABC 駅の情報河内山本近畿日本鉄道2021年4月17日閲覧AB 近鉄時刻表2018年3月17日ダイヤ変更号 P124、P147、P284、P306AB 近鉄時刻表2018年3月17日ダイヤ変更号 P70、P87 駅別乗降人員大阪線近畿日本鉄道八尾市統計所大阪府統計年間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 ありがとうございます。